地球の純衛星 2002AA29 の軌道、太陽から見ると、地球と 2002AA29 は、ほぼ同一の軌道にある二つの天体に見える。一方地球からは、2002AA29 は、地球を周回する衛星のように見える。メディアを再生する純衛星2016法3の、奇跡が、見かけの上で地球を周回する様子のアニメーション、純衛星あるいは、疑似衛星とは、 ある惑星から観察するとその惑星を周回しているように見える小天体である。純衛星は地球などのある惑星と全く同一の光天周期で光星を周回する。そのため惑星から見れば光天周期で元の場所に戻るため惑星の周りを光天しているように見える。しかし力学的には惑星ではなく太陽の周りを回っており、 惑星のヒル圏には属しておらず、衛星ではない。通常は、離心率が大きい楕円軌道を取る。近日点付近では惑星を追い越し、惑星の前方で、惑星軌道の外側に出、遠日点付近では惑星に追い抜かれ、惑星の後方で、惑星軌道の内側に入る。これを、惑星の後方で、惑星軌道の内側に入る。これを、惑星の後点と共に回転する座標形から見れば、 惑星を回る細長い楕円軌道を通っているように見えるが絶対座標から見れば惑星からほぼ同じ方向にあり少しずれて太陽の周りを回っているだけである。トローヤ群も惑星と同じ公転周期であり似た軌道の特徴を持つ。しかし惑星から見て同じ方向にあり惑星から距離があることもあり純衛星ではない。2017年現在地球は クルースン、イジュルバル、ヨープ、1998ロー1、1998アップ1、1999JV6、2004GU9、2006KV35、2 0 0 1号2 2002A29、2003イン107、2006JY26、2010SO16、2012FC71、2013BS45、 2016号3の馬定形軌道を持つ、純衛星もしくはその候補を持っている。これらは、数十年から数百年間、一時的に、純衛星として振る舞う軌道を持つ。なお、1998号1は、衛星 S-20011 を持つ。金星には 2002VE-68 が発見されている。2002VE-68 は、過去7000年間は、金星と1、 一の軌道共鳴をしており、今後500年間はこの軌道を維持すると考えられている。また、2001CK32 と 2012G133 は純衛星の可能性がある。天然の天体ではないが、1989年1月29日に軌道に投入されたフォボス2号は、現在も火星の純衛星として好転していると考えられている。 海王星には 2007RW10 が発見されている。もともとは海王星のエルゴトロヤ群小惑星であったが12,500年前から海王星の巡衛星になっていると推定されている。2007RW10 の直径は約 247km と推定されており、発見されている巡衛星としては最大である。 冥王星には純衛星候補天体として 1994JR-1 が発見されている。純衛星の元となる天体の重力の影響によって、現在の軌道にある他の純衛星と異なり、1994JR-1 は、海王星という他の天体の重力によってこの軌道を安定して維持していると考えられている。約10万年前からこの軌道にあると考えられており、あと、 約25万年間この軌道を維持すると考えられている。ただし、海王星の影響の強い影響下にある 1994JR-1 の力学的状態を、冥王星の純衛星とみなすかについては、天文学者間での合意はなく、また後の観測をもとにこの天体は、冥王星の純衛星ではないという説も提唱されている。シミュレーション実験の結果、 天皇星と海王星は太陽系誕生以降の約45億年間にわたって純衛星を保持できていたと考えられている。一方で木星及び土星近傍では純衛星の軌道が維持される期間がそれぞれ1000万年及び10万年程度に過ぎないと考えられている。木星及び土星が純衛星を持つことは知られている。ありがとうございます。